りもり。ダーンダーン。今日ね、ご紹介したいところがですね、こちら。あっ、あっ、ガッガッ、サンバ。あっかだ、ここよく行くよと。家庭的なイタリア料理を楽しめるお店でございまする。ボンジョルノということで、やっていきたいと思いますけれども、場所がですね、姫路市の青山ですね、播磨の里の隣でございます。店内がこんな感じでして、白い壁と木目調のインテリアが素敵な店内となっております。ゆったりとくつろげる雰囲気でございます。メニューがですね、普通のランチとスペシャルランチがございます。いつも1700円のしか食べたことないということで、今回はね、普通のランチとスペシャルランチ、どちらもご覧いただけます。こちらがね、前菜の盛り合わせとバゲット。野菜、お魚、キノコなどがそれぞれの縄張りを陣取っているわけですけれどもね。内容はその日、その時によって様々でございます。美味しそうでございますね。まあ、おしゃれでございますよね。そして、トウモロコシの冷製スープでございます。こちら、スペシャルランチのみについてきます。コーンスープさえあれば、笑顔になるでおなじみの副社長でございますのでね。濃厚さっぱり極上スープでございましてね。もしもお願いが叶うなら、コーンスープはもう部活後のアクエリぐらいグビグビいきたいんですけど、自販機でもコーンスープ飲むタイプですか？会社のね、自販機があるんですけど、最近毎朝買うし、なんなら今日の晩、モスバーガーでコーンスープを頼みましたね。メインの一つ、姫路ポークのボロネーゼ。姫路市のブランド豚、桃色吐息の粗挽きミンチ肉を使用しよう。すいません、お昼爆竹食べました。もう桃色吐息はね、カリモリでいいなと思います。ごじゃぼうのでございます。お肉がデカめなので、すごく肉を感じます。赤ワインとトマトをじっくりコトコト煮込んだソースと、すごくこのお肉がねマッチしております。ちなみになんですけれども、ランチタイムのメインは日替わりパスタか日替わりピッツァを選べるんですけれども、この日は残念ながらピザが売り切れでございました。もう一つのパスタ、秋ナスのトマトソース。おナスたっぷりでね、とっても良いでございますね。秋ナスをね、嫁に食わすなとは言いますけれども、嫁はバクバク食ってましたね。美味しすぎてね。自家農園や無農園の野菜を使用するなど、素材選びにも大変こだわってらっしゃいます。こっちも美味しそうでございます。ナスのパスタ最高でございますよ、この季節はね。こちらがね、メインのお肉料理のイベリコ豚ロースの香草グリル。こちらスペシャルランチのみについてきます。イベリコ豚って聞くだけでね、食べる前からもうボーノがね出てきそうになっちゃうんですけれどもね、これを一般的にはフライングボーノと言いますけれどもね。香草もイベリコ豚のさっぱりでね、お肉食べてるのに罪悪感はナッシングです。イベリコ豚とか香草とか美味しいワード盛りだくさんですよね。お召しテロでございます。で、最後にデザート、カタラーナでございまして、デザートはプラス300円でございます。凍らしてね、自家製カスタードの表面をもう出す前にカリッと仕上げると、カリッと仕上げるっていうことでね、略してカリ上げですね。はい、ということでね、以上アッカさんでございました。店主さんはですね、本場フィレンツェでも修行されてたそうでございまして、テイクアウトもねご利用できます。最後のダジャレですね、あっかにいかなあっかいや言うて、ショップで全国どこでも盛り上げたい。動画の概要欄に URL を貼っておりますので、ぜひご覧ください。